電撃文庫ソードアートオンライン。アスナ！俺は身も凍る恐怖を味わいながら必死にアスナとザンバ島の間に身を踊らせた。ギリギリのタイミングで俺の剣が悪魔の攻撃軌道をわずかに逸らす。途方もない衝撃、擦れ合う刀身から火花を散らして振り下ろされた巨剣がアスナからほんの少し離れた床に激突し、爆発音とともに深い穴を受かった。下がれ！叫ぶと俺は悪魔の追撃に備えた。そのどれもが獅子とさえ思える圧倒的な威力で剣が次々と襲いかかってくる。とても反撃を差し挟む隙などない。グリームアイズの使う技は基本的に両手用体験技だが、微妙なカスタマイズのせいで先読みがままならない。俺は全神経を集中したパリーとステップで防御に徹するが、一撃の威力が凄まじく、時々体をかすめる刃によって HP がじりじりと削り取られていく。視界の端では暗いの仲間たちが倒れた軍のプレイヤーを部屋の外に引き出そうとしているのが見える。だが中央で俺と悪魔が戦っているため、その動きは父として進まない。とうとう敵の一撃が俺の体を捉えた。痺れるような衝撃、バーがぐいっと減少する。もともと俺の装備とスキル構成はタンクではないのだ。このままではとても支えきれない。死の恐怖が凍るような冷たさとなって俺の全身を駆け巡る。もはや離脱する余裕すらない。残された選択肢は一つだけだ。ダメージディーラーたる俺の全てを持って立ち向かうしかない。アスナ、クライン、10秒持ちこたえてくれ。俺は叫ぶと右手の剣を強振して悪魔の攻撃を弾き、無理やりブレイクポイントを作って床に転がった。間髪入れず飛び込んできたクラインが刀で応戦する。だが奴の刀もアスナの再剣も速度重視の武器で重さに欠ける。とても悪魔の巨剣はさばききれないだろう。俺は床に転がったまま左手を振り、メニューウィンドウを呼び出す。ここからの操作にはワンミスも許されない。早金のような鼓動を押さえつけ、俺は右手の指を動かす。所持アイテムのリストをスクロールし、一つを選び出してオブジェクト化する。装備フィギュアの空白になっている部分にそのアイテムを設定。スキルウィンドウを開き、選択している武器スキルを変更。全ての操作を終了し、 OK ボタンにタッチしてウィンドウを消すと、背に新たな重みが加わったのを確認しながら、俺は顔を上げて叫んだ。いいぞ！クラインは一撃食らったと見えて HP バーを減らして退いている。本来ならすぐに結晶で回復するところだが、この部屋ではそれができない。現在悪魔と対峙しているアスナも数秒のうちに HP が5割を下回ってイエロー表示になってしまっている。俺の声に背を向けたままうなずくと、アスナは烈白の気合とともに突き技を放った。純白の残光を引いたその一撃は空中でグリームアイズの剣と衝突して火花を散らした。大音響とともに両者がノックバックし、間合いができる。スイッチ！そのタイミングを逃さず叫ぶと、俺は敵の正面に飛び込んだ。硬直から回復した悪魔が大きく剣を振りかぶる。炎の軌跡を引きながら打ち下ろされてきたその剣を俺は右手の愛剣で弾き返すと、間髪入れず左手を背に回して新たな剣の束を握った。抜きざまの一撃を悪魔の胴に見舞う。初めてのクリーンヒットでようやく奴の HP バーが目に見えて減少する。憤怒の叫びを漏らしながら悪魔は再び上段の切り下ろし攻撃を放ってきた。今度は両手の剣を交差して
それをしっかりと受け止め押し返す。奴の体勢が崩れたところに、俺は防戦一方だった今までの借りを返すべくラッシュを開始した。右の剣で中段を切り払う。間を空けずに左の剣を突き入れる。右、左、また右。脳の回路が焼き切れんばかりの速度で俺は剣を振るい続ける。甲高い効果音が立て続けにうなり、星屑のように飛び散る発光が空間を焼く。これが俺の隠し技、エクストラスキル二刀流だ。その上位剣技、スターバーストストリーム、連続16回攻撃。途中の攻撃がいくつか悪魔の剣に阻まれるのも構わず、俺は絶叫しながら左右の剣を次々敵の体に叩き込み続けた。視界が灼熱し、もはや敵の姿以外何も見えない。悪魔の剣が時々俺の体を捉える衝撃すら、どこか遠い世界の出来事のように感じる。全身をアドレナリンが駆け巡り、剣撃を敵に見舞うたび脳神経がスパークする。早く、もっと早く。限界までアクセラレートされた俺の神経には、普段の倍速で二刀を振るそのリズムすら物足りない。システムのアシストをも上回ろうかという速度で攻撃を放ち続ける。おたけびと共に放った最後の16連撃がグリームアイズの胸の中央を貫いた。